おお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 はい、前回に引き続き、はい、まあ、けん玉名人の、うん、小林拓也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林拓也です、はい、小林さんのもう一つの趣味、はい、アニメについて語ってもらおうかなと思いますが、はい、日曜日の朝に、ね、あの放送しているあのプリキュアシリーズ、プリキュアあるんですけど、今年今21年目に続いているアニメーション、うん、はい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 、きっかけはその娘が、うん、あの保育園に行ってる時に、うん、見始めて、はい、じゃあお父さんも一緒に見てみるかなと思って見始めたら、うん、僕もがハマってしまって、うん、でまあその娘はもう見なくなったけど、うん、僕だけはそのまま見続けてねずっと留年し続けて、もう娘もうプリキュアを娘卒業、うん、パパ留年みたいな。プリキュアの魅力って何ですか。はい、これ、ね、やっぱりプリキュアの魅力っていうと、うん、やっぱりその友情とか、うん、そのが描かれるところと、うん、そのやっぱりその諦めないっていう姿勢がすごくいいんですよ。でも上のゆきしろさんってことを下の名前で呼んでるわけですので家族連れが歩いてるところに熱くプリキュアを飼ってるおじさん。ちょうど今後ろのあの子が持ってる人形があれプリキュアの妖精の。そうなんだ。はい、グッズもちょうどあれ今のちょっとやってるワンダフルプリキュアっていうのに出てくるニコ様っていう今妖精の人形を分かるん持ってたのでちょっとあっと思ってけど旬だなと思って。旬だな。旬だな。イベントとかも行くんですね。行きますよ。遠征させてもらって。遠征しても、今さすがにあの子供たちがインチキだインチキだと言うので、いや私たちも連れててくれ、ディズニーランドも行ったことない、なんでお父さんだけ東京行くんだろうってちょっと自粛してるんですけど、沖縄アニメーションの映画って例えばサザンプレックスさんがアニメーションにかかるんですけど、はい、そういうところでやっぱその例えばプリキュアの劇場版に行くと、はい、大人の方来てるんですよね。そうなんだ。だからああいう方普段どこに住んでるんだろうと思ってて、そうそう、あ、じゃあ劇場版も見に行くんですね。もうあのちょうど先週の金曜日から、はい、その今最新作のワンダフルプリキュア、ワンダフルプリキュアの、はい、あの劇場版が始まったんですけど、もう初回に2回連続でサザンプレックスで、はい、2回連続で見ました。ああそうなんですね。もう映画やっぱ行って内容わかんないから、うん、まず最初一番席の後ろの真ん中の席取って、うん、まずこう全体をこう俯瞰で見て、うん、見全体を俯瞰でこう全部こう視野に入るところでこう一番下席で見て、なるほどって思ったら、はい、ちょっと近くで見ようと思って前から3列目ぐらいの今度真ん中の席でこう大きい画角で、おおで2回連続で見ると2回目は何を中心に見るんですか。2回目はやっぱそのこう1回目にここ見たいなみたいなシーンあるわけですよ。で、あと映画エンドロールを全部見る派なので、うん、はい、こっちにこうガーッとこうエンドロール出た、うん、こう、あ、この原画担当のアニメーターの方は、うん、あの作品でもやってた方だなとか、うん、そういうの見て、2回連続っていうのは同じ日にですか。同じ日です。同じ日に見てます。2回連続で1回目と2回目を続けて見るんですよ。あ、それはもう毎回そういう感じ。毎回やってます。劇場版ではサザンプレックスさんで、いつも1回目と2回目連続で見て、1回目見て全体頭に入れて、2回目前寄りでこう見て、なるほどあの部分こうだった。ちょっと分からなかったところ、そう、分からなかったことを見直しみたいな感じで、さっきのこれで、しかもこう1回目見ておくと、その1回目の伏線が2回目で見ると、なるほどこうかかってたのかみたいなよく分かるわけです。はいはいはい。そうそう、だからなんかこう料理でいうとこうちょっと七味とか言って味変して2回目楽しもうかなってあるじゃないですか、うん、ラーメン食べてめんつゆにちょっとご飯入れてみようかなみたいな、そういうのが2回続けてみると味わえる感じ。映画館では何か食べながら見るんですか。飲みながら。飲み物だけです。もうできるだけもう瞬きもしたくないぐらいの勢いで見てるんで、集中して。そうそう、で飲み物大きいの買っておくと、うん、2回連続で見るときにちょうど量がいいわけです。1回目で半分ぐらい飲んで2回目で半分ぐらい飲むから1杯買っておくと2回分こう見れて、間空きますよね。空きます、うん、だからその間1回出るんですよ。出ます、うん、出てまたチケットをもう先に2枚買ってるんですけど、うん、1回外出て、うん、で次の回まで待ってて、でもまたすぐ入ると係の人が、うん、あのいやこれさっきと同じチケットですけどみたいなことがやっぱあったりするんですけど、はいはい、 はい、 はい、いや大丈夫です大丈夫ですって言われるんですね。やっぱりなんか気にされてくれるのはありが、多分同じチケット間違って次の作品違うの見ようとしてるんじゃないかなみたいなので、多分声かけてくださってるんだと思うんですよ。これさっきと同じ映画ですけど、あ
大丈夫ですかみたいな、はい、大丈夫ですって言って、あの、はい、小林さんの中で、はい、プリキュア今20年でしたっけ？20年ですね。小林さん的にナンバーワンの作品って何ですか？はい、これねよく聞かれる質問なんですけど、うん、やっぱりその例えばあのうち子供が2人いるんですけど、うん、例えばその上の子と下の子とどっちが可愛いですか、うん、決められないじゃないですか、はい、どっちがそうですね、うん、だからその20年のどの作品 も、うん、もうどれも見どころがあってだからどれが一番かって言われたら、うん、もう本当決めかねるんですよ。もうカレーとラーメンとどっちの方がうまいですかみたいな、うん、質問と一緒で、はいはい、ただ、うん、一応その中でも、うん、あるんですね。一応ここまで言って一応あるんですね。一応そう言っても決めないのかなと思ったら一応聞かれたらなんか持ってるんですね。持ってそういえば一個だけ唯一持ってるのが今日けん玉の話の予定なんですけど、はいはい、一個だけね、うん、スマホの、はいケースの裏が、プリキュアのこれ。プリキュア、これ何プリキュア？これスターテンプルプリキュアに出てくる、はい、キュアスターっていう、キュアスター、はい、あの聞いたことある。っていうプリキュアなんですけど、このキュアスターと僕実は誕生日が同じ4月12日。キュアスターと？はい、キュアスターと僕誕生日一緒なんですよ。でその20年間出てきたプリキュアの中で、うん、唯一そのまあ今だいたい約80人ぐらいいるんですけど、はい、その中で唯一誕生日一緒だったんで、それが嬉しくて、一応あのどうしても一個選べてたこのスタートインクルプリキュアの特にキュアスター。ちなみにこのスタートインクルプリキュア、はい、どんなお話なんですか？はい、これですねあのその。娘から入って一緒に入ったんですよね。入りました。そっからそこまでずっと一人もうずっと一人で好き。そうですね。本当なんか一応ねあの映画だけは見に行くかっていうと、うん、行こうかなって言って来る時と、うん、来ない時があるんです。もう基本的にはもう孤独な戦いです、ね。孤独な戦いですね。二人はプリキュアってタイトルの一人ぼっちみたいな。戦ってますね。グッズとかもいろいろあるんですか、ね。いろいろ持ってますね。何があるんですか。やっぱあのこうフィギュアとか、うん、あとはその原画集って言われて。原画集も。画集ですね。はあ。画集。あのそのアニメーションの、うん、アニメーターの方が描いている、うん、その絵の原画の本があるわけですよ。うんはい、なのでそのよく例えばそのゴッホとか、うん、こうピカソの画集って買う人やっぱいらっしゃるじゃないですか、うん、絵が好きな方あれと一緒にそのアニメーションの、 その画集を僕は買ってて、はい、そのやっぱりテレビ版でも毎週日曜日やったら最低でも2回3回はやっぱ見てるので、あ、そうですか。見てます。今週はまあ先週か、はい、もう見ました。見ましたもう2回見てますよ。2回やっぱり1回目はまず普通に見て、うん、でテレビ放送いいところが字幕が出るんですよ。字幕の機能使って、うん、であと下にそのセリフが出るので、うん、あここのセリフこんな風になってるんだとかが出るし、うん、そのセリフでも聞いたらわかるじゃないですか。いやでもねやっぱりその一番いいのがそれモブキャラって言われて、うんうん、この回しか出ない人とか、はいはい、あのクラスメイトの友達とかが、うん、これ名前わかんない人があのそのセリフでこの人なんとかさんみたいなこう役が出るんですよ。ああ役名が分かったりする。カニエさんとか。カニエさんとか。あこの人カニエって名前なんだけどやっぱ分かるわけですよ。そうっすよ。そっか。で前もそのキャンプの会があって、うん、みんなで夏にキャンプに行く会があったんですよ。うん、そしてそのキャンプに行って、うん、その着火剤を貸してくれる役が出てきて、はいはい、火が起こせなくて、うん、いやどうしようって言ってたら、うん、その着火剤を貸してくれる人が出てくるんですよ、うんうん、そしたらその人その本編では役は出てこないんですよ、うん、だけどこっちにキャンさんって書いてあって、うん、うちのんちだったのキャンプだからキャンさんなのかもしれないんだけど、うん、そのセリフで見たら、うん、感じで感じでちゃんと、うん、あの喜ぶの、うん、ヤーに武士の腕で、うん、キャンって書いてある、沖縄編とかではないと思う。全然関係ないけど、うん、着火剤を貸してくれた役の人がキャンさんで最後 の、 あの字幕でエンドロールが出るときに名前出てこないのに、うん、そうするとキャンさんが、うん、あそう困ったらこれお互い様ですよとか着火剤貸してくれるのがキャンさん、うん、でも字幕出さないと分かんなくって、うん、なので1回目は普通に見て、うん、2回目は字幕出してみてっていうので、うん、少なくとも2回は面白い。その楽しみ方面白いですね。握手撮影会があるんですよ。でその時も必ず行ってます。あ写真これ情報ってどこで得るの？写真があるんですか？写真です写真です写真があって、うん、撮影会があったカリウシウェアじゃないですか。そうなんですよ、うん、一応ねこ の、 あのピンクの人の時のピンクにしてて、ああ、はい、合わせてるんだ。老眼なんで老眼ですよね。もう老眼になりますよ ね、 ね青い時に青を、あ本当だ、ちゃんと色をねその自分の推しのプリキュアの時の色に合わせて、うん、これ小林さんですか？
私です、ね、なんか顔が違いますね。あ、本当ですか。プリキュアなんかね、なんかあのけん玉の時より凛々しいですよ。プリキュアプリキュアといる時の方が凛々しい。ちょっと小林さんにとってプリキュアって何ですか。もうね、これね、本当に、ね、希望なんですよね。やっぱ本当そうそう。そっか。本当その諦めないっていうところと、はい、その私たちっていうその仲間がいる。孤独じゃなくて、だんだんこう仲間で私たちは諦めないっていうその。のがやっぱ希望ですね。これこういくつになっても、うん、あ、こういうやっぱ希望とかはこう持って頑張ろうなって思いますね。じゃあ小林さんにとって、はい、けん玉って何ですか。けん玉ですね、うん、けん玉はやっぱ健康づくりですかね。けん玉膝が大事なんで、熱量が違う。けん玉やっぱ膝が大事なんで、膝がダメにならないようにけん玉やろうかなって。そうそう、軽いですね。軽いっすね。でなんかやっぱけん玉もね、やっぱりそのプリケツやっぱり楽しさをどうやってみんなに伝えるかみたいなのがあって、やっぱりそのなんかお正月コーナーみたいなのが毎年できた時にけん玉みたいなと、いやいやけん玉はお正月だけじゃなくてもう一年中できるし、世界大会もあるし、あの全日本もあるし、もう本当に子供から大人までできるんだよっていうのを、やっぱりこうプリキュア同様、プリキュアも子供の、プリキュアって子供でし、子供楽しむもんでしょみたいなのがあるんだけど、いやいやいや大人が見ても十分面白いんですよ。さ、けん玉も一緒で、子供がやっても大人がやっても面白いんですよっていうのを、こう広くみんなに。なんか、つつも合わせようとして。いやいや、なんか、本当に、本当にそう。プリキュアの熱量になんか無理やり寄せようとしてる感じ、ね。一緒です、熱量一緒です。一緒、一緒。どっちもそう。うん、まずは見てほしい、プリキュア。まずはけん玉やってほしい。一緒。はい、一緒です、これ。なるほど。はい、またお話聞かせてください。長くなりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。